行こうよ。油断するな。行くぞ。逃がさない。はあ、はあ、出よ。近づけば近づくほど敵の数が増えるか。実に強弾らしい。おう、行こう。俺はここにいよう。え、どうしてだ？モフモフした生き物が怖いのか？狼とは関係ない。かつての魔人が七神に仕えてるのが気に食わないだけだ。そのような行為を認めるつもりはない。無論話す気もない。それにこういうのは貴様の得意分野だろう。俺にはできない。人と交流するのは問題ないが、神は違う。俺の個人的な意見だと思って聞くがいい。いいか、神に対していつどんな時でも警戒を怠るな。奴らを信じきるな。そして簒奪や強行の道にも落ちるな。たとえ貴様が退治したあの憎き敵であっても。神を信じるなとか、強行の道に落ちるなとか、矛盾した考え方だよな。結局ダインは七神を憎んでるのか、それとも守ってるのか。ふん、過去の教訓だ。最後に事実を一つ教えてやろう。え、なんだ？カーンルイヤは神によって滅ぼされた国。そしてそれがアビス教団が七神の国を滅ぼしたいと思っている理由だ。話はここまでだ。今は優先すべきことがある。俺は残りのアビス教団を片付ける。貴様も手っ取り早く終わらせろ。ことが終わったら放浪寮の入り口で合流だ。おー、行っちゃったぞ。本当におかしな人だな。おう、お前も見知らぬ神のことを警戒してるもんな。リーユへのゲーセン儀式の時もダインと似たような選択を取ってたし。まあ、お前も大変だな。栄誉騎士パイモン、どうしてここに？ああ、ジン団長、無事でよかったぞ。ロサリアからここで戦ってるって聞いたから火星に来たんだ。そうか、感謝する。今回の暴動は通常のものとは違う。アビス教団が放浪寮を囲い始めている。私も兵を向かわせているところだ。そして放浪寮を偵察していたところ、君たちに出会ったんだ。ロサリアが言うには、奴らの標的はボレアスのようだ。しかしアビス教団とボレアスに一体どんな関係が？単純に面倒を起こしたいだけなんじゃないか。ほら、アビス教団はトワリンにもちょっかいを出しただろ。風神の眷属にもう一回手を出してもおかしくないと思うぞ。確かに一理ある。とにかくこの辺り一帯の脅威は全て私が引き受けよう。栄誉騎士、君は王老のもとへ向かって状況を確認してきてくれないか。魔人の残魂、めったにお目にかかれないが、君はそれに会ったことがあると聞いた。君が適任だと私は思う。気をつけてくれ。
後のことは任せた。セピロスの栄誉騎士。岩山八九。ふん。隙あり。甘い。剣女盤石。いや。ここはお前を歓迎しない。残魂の狼にも後継ぎを守る習性があったとはな。防衛のためか。しかしその実力、魔人の足元にも及ばぬ。我々に服従すれば神に匹敵する力を得られるだろう。過去のようにな。それごとを。何の儀式だ。苦しそうだぞ。トワリンの時と同じ腐食か。狼は屈しない。でもこれ以上は。何度やろうと無駄なあがきだ。天道万象ミュージック行け。よっ、そりゃアビスの我が剣よ、影に従え。お触り禁止。この仕事は排除するべきですね。瞬く間に。そっ、ふっ、そりゃ。ほっ、そりゃ。はぁ、そりゃ。ふん、ふっ、よっ。瞬く間。痛い。健康よ、世の乱れを切り尽くせ。瞬く間に。ふっ、ほっ、ディア。審判。ふん、ディア。世界は必ず燃え盛る。はあ。儀式が中断されたか。運が良かったな。残魂にもこれほどまでに固い意志があったとは。しかしこの程度のこと何の影響もない。また消えた。ありがとう。いいところに来た。こんな無様な姿を
人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒、我も甘く見られたものだ。オーロ、試練拒まない。でも不気味な外来者、起きて守らない。俺も罠に気づかなかった。それってアビス教団は試練を利用して王老を呼び覚まし腐食しようとしたってことか。ありがとう。俺の爪もっと強くなる。お前たち危険な匂い辿ってここに。いや、オイラたちは話を聞いてここに来たんだ。鼻はそんなに良くないからな。助けに来たついでに質問させてくれ。そのこちらの魔人殿は最古の幸運期を知ってるか。我は人間の造物などに興味はない。故に幸運期なるものは知らないが、印象に残っている機械なら一つある。あれは我の試練に誤って立ち入り、我もあれを試練を受ける勇士として扱った。知能はなく、ただ戦闘と殺戮のためだけに作られたものだ。我の攻撃で損傷し、倒れる前にこの試練場を離れたがな。その感じだと最古の幸運期の可能性もなくはないぞ。ミサイル？いや、さっき言ったように人間の造物には興味がない。そのような言葉我にはわからない。回転と跳躍、そして火の玉を放つ力は魔人には及ばないが、神の目を持つ者より上だ。火の玉？なんか最近どこかで聞いたような。とにかくこれって最古の幸運期はモンドに来たことがあるってことだよな。しかも最古の実力は他の量産型の遺跡守衛よりもだいぶ強いものみたいだ。でもこの話によると狼の試練で損傷してるみたいだな。役に立った。大助かりだ。ありがとう。オイラたちは重要なことを調べに行くぞ。アビスの使徒が離れたとはいえ、教団の攻撃はまだ止んでないから、お前たちも気をつけろよ。うん、もっと危険な匂いある。お前たちも気をつけろ。すごい情報が手に入ったな。早く第二知らせよう。